皆さんこんにちは、スイーツチャンネルのあんみつです。今日は無印良品さんで気になるお菓子やカレーをいろいろ買ってきました。蜜がけコーン、いちごのブールドネージュ、練りころ梅、チョコがけいちご、宇治抹茶チョコがけいちご、梅せんべい、辛くないほうれん草のキーマカレー、こちらの7品とバームクーヘンも買ってきたんですけど、こちらは次の動画で撮りたいと思います。というわけで今日はこちらの7品をいただきたいと思います。いただきます。じゃあ気になるものから、まずこちら練りころ梅いただきます。食べたことありますか？私初めて。こんな粒組みたいな粒が入ってます。酸っぱい匂いして唾が出てきてます。おいしい。酸っぱくないんだけど、しっかり梅の味が濃いです。おいしい。男梅の酸っぱくない版って感じ。おいしい。仕事の合間とかドライブのお供にいいかもしれません。梅せんべいもいただきます。油菓子って書いてます。こういうのって焼いてんじゃなくて揚げてんですかね。こういうのの梅バージョン初めて食べます。うまー、おいしい。油感があって噛んでると甘くて、飲み込むときに梅の味がすごいします。美味しすぎて止まんない。飲み込む時の酸っぱさが美味しくてずっと食べちゃう。2袋ぐらいペロッといけちゃいそうです。それじゃあ甘い系いきます。宇治抹茶チョコがけいちごいただきます。梅系が美味しすぎて余計お腹空いてきました。うわー、かわいい。6粒入ってます。ではいただきます。おいしい。抹茶味のホワイトチョコでコーティングされてます。しばらく噛んでるとチョコがねっとり溶けてきて、いちごの酸っぱさが出てくる頃にホワイトチョコがトロットロになります。しばらく噛んでからね、美味しさがにじみ出てきます。飲み込む瞬間が一番美味しいです。酸っぱさと甘さが一番濃いです。
梅せんべい美味しい。チョコがけいちごいただきます。カカオとイチゴが合います。美味しい。さっきの抹茶の味がそこまで強くなかったんですけど、ホワイトチョコのねっとり感がちょっと目立ってたんですけど、これは食べた瞬間からカカオの味が口の中で広がるんですっごい美味しいです。チョコレートケーキにイチゴのピューレがかかってるような味に感じます。美味しかったです。結構お値段がするんですけど、コンビニのカップスイーツを食べるよりも食べ応えがあって、またこれを食べて幸せに浸るひとときを買いたいなっていう気分になります。美味しいです。これだけでも Uber Eats で頼みたいぐらい美味しいです。いちごのブールドネージュいただきます。私ブールドネージュ大好きなんです。たまにセブンイレブンさんで買って食べてます。半分ぐらいいただこうかな。お、ちょうど14個入ってたので半分出してみました。いただきます。口に入れた瞬間の香りと口どけが期待よりは薄かったんですけれど、よくよく噛んで飲み込む瞬間のアーモンドの香りとイチゴの香りが良かったです。美味しいです。噛んでるとアーモンドの香ばしさがしっかり出てきます。粉砂糖控えめです。美味しかったです。じゃあ蜜がけコーンいただきます。これ好きでよくファミマさんで買っちゃいます。ファミマさんで買う無印の商品はこれか麦チョコかピーナッツチョコです。昔から大好き。半分くらいいただきます。香ばしい。一個一個がそんなに甘くないので、たくさん口に入れてもぐもぐして甘さと香ばしさを感じるのが好きです。甘い蜜が美味しい。
幸せです。やっぱり美味しいです。同じ絵が続いてもつまらないので次行きます。これ編集中にちょびちょびつまみたいです。これは食べちゃいます。コンビニに売ってたら毎日買っちゃうかも。それじゃ締めにカレーをいただきます。なんかね、辛そうなのもいろいろあったんですけど、辛くないのを選んできました。ちょうどいい2つ目ぐらいの辛さのやつが売ってなかったんですよ。辛いかもっと辛いかみたいな、どっちか究極の選択で、ちょっとかけらんないなと思って辛くないやつにしちゃいました。ちょっとは辛み欲しいんですけどね。作ってまいります。じゃじゃーん、カレー作ってきました。すっごいいい香りのカレーです。ではいただきます。まずちょっとね、カレーの部分、ひき肉がたくさん入ってます。あ、おいしい。カレーのスパイシーさはしっかり残ってて、辛味だけがないです。変なわがまま言って申し訳ないんですけど、この味を食べてると今度辛さが恋しくなってきました。生姜と一緒にいただきます。うん、おいしい。紅生姜合います。カレーのスパイスのバランスがいいので、他のカレーもかなり美味しいだろうなと思います。またチャレンジします。しょっぱさをしっかり感じます。紅生姜美味しい。あったです。スパイシーさが十分にあって本格的なカレーの味を楽しめました。無印さんいろいろなカレー売ってたので、次は辛さの中に甘みがあったり、そういうカレーを選んでみたいと思います。ごちそうさまでした。あんみつのお気に入りランキングはこちらです。
本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画を楽しんでいただけた方はグッドボタン、ぜひぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。